大ステージ開催します。1月は29日の午後1時から皆さん見に来てください。というわけでですね、オンラインステージまた開催いたします。2023年一番最初のオンラインステージです。また今年もよろしくお願いします。去年の末にねだいぶ出しちゃったんでちょっとねあの今いいのがないっていうかあんましね数がないんですけれども、まあそれでもねちょっとまあ数だけはね合わせれるようにちょっと出していこうかなと思ってますので、ぜひご参加ください。それではですね、今回のデモのを少し紹介したいと思います。はい、それではねまず1個目心拍の素材、まあこんな感じですね。まあ詳しいのはまた、本番の時にねここが気になるみたいに言ってくださったら出しますので、あのお見せしますのでそれで見てください。今日はねちょっとあの走りだけでこんな感じのキーですね。10個でだいたい20、まあ30ぐらいあるかな。まだ全然動くキーなんでここからね作っていけたら面白いのが作れると思いますよ。いい木ですね。はい、こんな感じです。よいしょ。これはね、まあ、そんなに言うことはないでしょって感じですが、これ千住姫、これがねまだたくさんあるんですよ。こんなの出していきますね。この間もね出して、12月の末に2つ出した。ここからもまあ2つぐらい出そうかなと思ってますんで、まあ、狙ってる方があったらねぜひ。よいしょ。はい、心拍の素材です。はい、心拍の素材です。こんな感じで出てますね。定価で言ったら1万8000円ぐらいつけたやつなんですが、でもちょっと余ってきてるんで、これも出していきたいと思います。こんな感じです。これはバラなんですけど小町ですね。なかなかいいですよ。こんな感じの小町バラ、根元がねすごく大きいのでいいですね。ちょっと見せましょうか。こんな感じでちょっと濡れてるのがね残念ですね。すいませんねこんな感じの出品しますんで安くから出しますんでぜひぜひ。でまあ大体こんなもんなんですよ。であとはね自分で作ったやつがあるからそういうのを出していこうかと思います。こういうやつとかこういうやつとかそういうのをね、出していこうと思ってますので、またね、こういうのねよく買ってくださる方いるんでぜひぜひ数は揃えたいと思います。あとこれがねこういうのをね僕ね5つほどね作ったっていうのもちょっとお客さんの要望でこういうのを出してくれませんかっていうのがあったからとりあえず作ったんですけど、ちょっとその話が流れちゃったので、出せなくなったやつなんですよね。まあまあいらないので、これもね勝負で出せたらいいと思ってます。それとはい、そういうところは金図ですね。もうこれもまあそんなまた苗をちょっと鉢に植えただけみたいな木なんですけど、これも余っててもう僕もいらないので、これもね安いから、処分で出したいと思いますので、欲しい人がいたらぜひ買ってください。まあ、こんな感じですけど、まあ、全体的に30点ぐらいまた出していこうかなと思いますので、で、まあ、さっきのね、小さい心拍も5つあるし、んで、クロマスもね、あんな形のやつを、まあ、何個かと。で、あとはね、まあ、いつもみたいなやつをちょっとちょんちょんちょんと増やすぐらいですね。まあ、メインになるのはこの山なんですけど、もしよかったらぜひ見に行ってください。ありがとうございます。1月の29日の午後1時からですね、またよろしくお願いします。